今回ね、竹中平蔵さんは特措法について政府の圧倒的な権限を与えなければダメだと、罰則規定も設けないとダメだってことをね言われてますけども、ちょっと、ね、竹中さんもう一声追加してもらいたいんですよ。それはですね、政府に特別な権限、それは分かりましたけども、政府に絶対的な責任とか義務もセットでね、特措法には盛り込んでいただきたいと思うんですよ。緊急事態宣言を発出すると、特に今は特措法の改正がなされてませんから、要請ベースのお願いしかできないわけですよね。でも日本人ってのはお願いと言っても、国がお願いしますよって言ったら同調圧力によって結構ね、それを守るわけなんですよ。逆に言うと、それができなくなるとこの日本っていう文化は終わると思うんですよね。また新しい自由主義、新自由主義ですか、ああいう風に入っていくと思いますんで、結構ね、まとまりがなくて危険で、それこそね、並ぶこともできないし、同調圧力がない分、もう本当に、ね、無法地帯になると思うんですよ。まあ、ですので、特措法の改正で竹中さんが政府に圧倒的な権限を与えた方がいいよって言うんだったら、それよりもね、私は求めたいのは、政府に特措法の改正によって責任とか義務、絶対的な責任とか義務を求めてほしいなと思うわけなんですよね。具体的に言うとですね、特措法が改正された後は生活の絶対的な支援をしますよってことをね、盛り込んでいただきたいと思うんですよ。これがないから、いつもね、こう特別な権限を与える、特別な発動権を与えるだけになってしまって、まあ共産的だなとかね、とっても住みにくいなというふうに国民に思われるんで、同時にこっちで何かを規制する、要するに営業権の制限をしたりとかね、生存権の宣言をするわけ、制限をするわけですが、したらこっちの方でちゃんとした保障もしなくてはならないと私は思うんですよ。だから金を払えって話なんですよね。生活の保障をしろと、政府にはその命令ができるわけなんですよ。要するに、いろんな食品流通の規制をする、活動の制限をするってことは、政府が今度はね、こいつには活動しろっていうふうに命令をしないとバランス取れないわけじゃないですか。だってステイホームしろって言って全員がステイホームしたら、一体ね、誰が食品を運んでくれるんですか、誰が医療関係の仕事を継続してくれるんですかってことになるわけですよ。だから一方では強制的に働かせるとかね、強制的に動いてもらうってことをやるわけですから、何でもかんでもやめろやめろではなくて、あなたはやりなさいっていうふうな指示を出すわけですから、手厚い保障しなければならないと思うんですよ。特に今回の件で、本当にね、深く私が不満に思うのは、医療従事者の方への保障がなさすぎるまんまずっと進んできて、お願いベース、 SNS で医療関係者の方ありがとうみたいなね、こんなバカな発信をするわけですよ。金を払えと、金をどんどん拡散しろって話ですよ。単純じゃないですかね。どんどん国債切って、国債なんていうのはね、財政出動の記録でしかないわけですから、あれを将来世代のツケだとか借金だとか言い張るね、財務省を早くぶっ壊した方がいいと思います。だから竹中さんはね、財務省を壊すことに一点集中してもらえませんかね、どういうか。